1972年3月17日、ここプノンペンの街は至る所に有刺鉄線あり検問ありで、人々の半数は迷彩服や軍服を着ていて、戦争に慣れっこになった国へ来たんだなぁという実感が湧いていますが、街は至って平和です。父、母へ。この国は素晴らしい自然と芸術を持っている国です。人々は日本人と同じでとっつきやすく安心です。こんなに素晴らしい国で好きな仕事ができて全く幸せです。僕だけは。いっぱい未国で苦労された時も思ってる。日本から直行便でおよそ6時間、カンボジア王国の首都プノンペン。東南アジアのタイ、ラオス、ベトナムと国境を接する。人口は約1500万人。近年の経済成長により急速に都市部の近代化が進む。空の玄関口であるプノンペン国際空港。ここから市内へと向かうため鉄道に乗車する。この空港鉄道は最近できたばかり。運行本数も1時間に1本ほどしか走っていない。機関車に牽引された1両編成の列車がやってきた。けたたましい汽笛音とともに列車が走り出す。商店が立ち並ぶ狭い通りをゆっくりと進む。この鉄道、最近までは無料だったが、現在は有料となっている。今後の計画では、20分に1本程度走るようになるそうだ。
地元の子供も夢中で見入っている。しばらくすると住宅街の中を走る。すると景色は一変。首都でも貧困の格差は未だに大きい。30分ほどで市内にあるプノンペン駅に到着。運行本数が少ないため駅構内は閑散としている。1932年にできたこの駅は内戦による混乱で一時期閉鎖されていたが、2010年に再開業された。少しずつ旅客運行を再開。ターミナル駅として今後利用者は増えそうだ。駅前からトゥクトゥクに乗ってプノンペン市内を回ってみることにした。こちらは市内最大の市場であるセントラルマーケット。多くの観光客と買い物客でにぎわう。市内中心部にはホテルやレストランが立ち並ぶ。こちらは14世紀頃に建立されたワット・プノン。丘の寺院という意味がある。仏教への信仰が厚いカンボジアの人々。町の象徴として多くのプノンペン市民が祈りを捧げる神聖な場所である。中央には黄金の仏が鎮座し、壁面と天井にはブッダの生涯が描かれた鮮やかな絵巻が飾られている。夜になると、街の雰囲気はガラリと変わる。こちら市内一の人気スポットであるプノンペンナイトマーケット。若者や観光客でにぎわう。陽気なトゥクトゥクの運転手。暗がりの街の中を走る。
そんな平穏な日常が営まれるプノンペン。しかし40年ほど前、この町、この国は悪夢の日々を送っていた。この国を語る上で避けては通れない悲しい歴史。それは今もなおカンボジア各地に残っている。ポルポト率いるクメール・ルージュは1975年首都プノンペンを占領。親米政権であったロン・ルノーを追放する。当初住民たちは歓迎していた。しかしポル・ポトは首相に就任すると、毛沢東主義を基盤とした原始共産主義社会を掲げ、資本主義社会を全て否定。都市部に住む住民たちを農村へと強制移住させ、食料生産に従事させる。劣悪な環境下で朝から晩まで働かせ、なおかつ文明社会の象徴として農業機械の使用を認めず、人間の手作業のみで行わせた。その過酷な労働の中で1日2杯のお粥のみしか与えられず、多くの人々が過労し餓死していった。プノンペン市内の一角にあるトゥールスレン虐殺博物館。クメール・ルージュ時代に政治犯収容所として使用された場所。暗号名 S21。 もっともとは中高等学校で、高校政権時代はセキュリティ21と呼ばれる刑務所として使用されました、うん、1階2階3階は6号を調子数を6号にしました、うん、犠牲者は大体2万人くらいです、うん、国全体の刑務所は167、うん、67の中で一番大きい。この場所には最大2万人の人々が収容された。そのうち生還できたのはわずか8人しかいなかった。家族でご飯食べさせないし、学校もあんまりさせないし、その人もダメと言ったら、この人たちは失敗と思ったで、だから捕まって殺しました。一度収容されると二度と生きて出ることはできない場所。現在虐殺博物館として公開されているこの場所には、当時の雰囲気が今も残る。いっぱい未国で苦労された時も覚えてる。おいくつですか？今もう55歳。あ、その世代知ってる人、うん、いっぱい覚えてる。空爆入れた時代は73年、73年、75年はポルポト全部買ったね、うん、買った時はポルポトの嘘、街の中に外に解放させていました、うん、なんで解放させたいですか？アメリカの空爆入れたいそうで、うん、みんな怖いで、ちょっと病院の病気人もいっぱい増やして、みんないっぱい途中で亡くなったね、うん、
こちらは狭く区切られた独居房。その場所はまるで当時のまま残されている。また1000人ほどの当時の収容者の写真が展示されている。我が子を抱きかかえる母親、まだ幼い少女、そしてまだ幼い少年。こちらは生存者が描いた当時の自画像。その時ね、それぐらいで足かせて、あれ箱で、おしっこ箱、ナンプラーの箱。この弾薬箱に排泄をしていた。この場所に実際に収容されていた人物に会うことができた。チュンメイさん、ここから生還できたわずか8人のうちの一人である。チュンメイさんは整備工としてプノンペンで働いていた。しかし1978年突然逮捕され、この収容所に連れてこられ、過酷な尋問を受ける。死を覚悟したある日、タイプライターの修理を命令される。整備工としての技術があったチュンメイは見事に修理してみせる。そのことがきっかけで収容所の機械修理を任され、なんとか生き抜くことができた。しかし妻と4人の子供が帰ってくることはなかった。チュンメイは著書の中でこう語っている。私はタイプライターの修理ができたことで幸運にも生還することができた。もう二度とこのような恐ろしい時間は経験したくない。私は実際にここで何が起きていたのかを世界中の人々に知ってほしい。亡くなった人たちのことを決して忘れてほしくないのである。また2012年カンボジア特別法廷が開かれ、当時の所長であったドッチ被告に対し終身刑が言い渡された。この収容所の役割も徐々に変わっていく。プノンペン南西15キロにあるチュンエク村へと向かう。そしてこの場所がトゥールスレン収容所の処刑場として開設された、いわゆるキリングフィールドだ。
この場所では大勢の人々が処刑された。この一つ一つが掘った跡ってことですね。掘ったですけど、骨は大体 50% 残ってる。洋服は 80% 残ってる。頭蓋骨は 90% 掘った。86の中でね、10% ぐらいは残してるか、20% ぐらいかもしれない。この話はみんなの話さないガイドブックないですけど、でも私の考えで。住民からの通報で発掘が開始されて以来のは、骨見られたのをお墓だけ掘った。骨の見られないのは大体43年見られないのでまだ掘られないです。343本船体でもあちこちのいっぱい、その他にベトナムと1977年の時のベトナムと喧嘩の時もいっぱいポルポートの亡くなったの場所も343の中に入れない、いっぱい。私の学校、中学校のは、その学校はそのお墓の上に作った。骨は雨が降ってから土に見られますので骨見られないですけど、骨がいっぱいある。今も地面には当時の衣類が地表に露出している。お布施、そのお供えするのを、はい、赤ちゃんとかお母さんにします。その近くにあるのがキリングツリーと呼ばれる木。木には多くのミサンガが吊るされ、赤ん坊たちに祈りを捧げている。またこのような場所はカンボジア各地に作られた。首都プノンペンから北西におよそ300キロ、アンコールワットのお膝元、シェムリアップ。ここにもキリングフィールドと呼ばれる場所がある。こちらはワットトメイという寺院の一角に作られている。慰霊塔には多くの遺骨が納められ、訪れる人たちの慰霊と鎮魂の場となっている。シェムリアップの郊外へと足を伸ばす。市内から南へ走ることおよそ30分。カンボジアのほぼ中心に位置するトンレサップ湖。東南アジア最大の湖で、クメール語で巨大な淡水湖と川という意味がある。東南アジアは乾季と雨季という二
2つの季節に分かれる。この湖は乾季には水深1メートル程度、しかし雨季には9メートルほどになり、その面積は6倍に広がる。また世界最大規模の水上生活者がおり、その数は100万人以上に上る。観光ツアーの場所として有名なチョンクニア村もその一つである。しばらく船で走ると、水上に建てられた建物がたくさん見えてきた。そして船で行き交う多くの地元住民の姿も。この辺で住んでる人たちは大体ベトナム人です。あ、そうなんですね。今あの谷に今度を僕に立てるための子供たちの学校の帰り、実際に通っている学校なんですよ。そうです。先の子たちはもうここで生まれ、ここ生まれで、みんなここで入って、ここでこう、まあ、生活が始まる。で、みんな、ベトナム人なんていう、もう国籍が、からカンボジア人なんですよ。ここで暮らすほとんどの人々がベトナム戦争時に難民としてやってきたベトナム人とその家族だ。ここに住む人たちはなぜ水上生活をしているのか。その一つの要因に陸地に土地を持てないことがあるらしい。また雨季と乾季で湖の水量が変わるため、季節が変わるたびに住む場所を移動しているそうだ。陸地とは違い、水上での生活は一見不自由にも思える。決して綺麗とは言えない水を飲む幼い子供もいた。しかし子供たちはボートを漕いだり湖に飛び込んだり楽しそうにしていた。ここで暮らす人々にとってこれがごく自然な日常の生活である。カンボジアの大地に夕日がゆっくりと沈む。シェムリアップの朝、
こちらは戦争博物館。戦争当時の戦車や銃などが展示されている。また一角には今もカンボジア国内に多く残る地雷に関する展示がある。今カンボジアってその地雷とかってまだあります？いや、この辺じゃないけど遠いところでしょ。その国の支援で地雷を撤去して、どのぐらいあるかどうかわからないけど、前はあの地雷がたくさんあったから、みんなあんまり田んぼとか畑などでは作れなかった。でも地雷撤去されてから彼らの地雷は内戦時や戦争時に埋められ、現在も地雷除去の活動が進められている。地雷により足を失った人や命を失った人が数多くいる。内戦が終わっても地雷除去の活動は当分続く。シェムリアップ中心部から北東へ14キロ、プラダック村へと向かう。景色はどんどんと自然豊かになっていく。カンボジア特有の高床式の住居も、そして赤土の道。ここから先は車で行けないため、歩いてその場所へと向かっていく。カンボジアの原風景が広がる。これが看板というか、その場所が見えてきた。
一ノ瀬泰造のお墓である。1973年、アンコールワット遺跡はクメール・ルージュの支配下にあった。そんな中、ただ一人その場所へと足を踏み入れようとした日本人カメラマンがいた。一ノ瀬泰造。彼はフリーランスの戦場カメラマンとしてインド・パキスタン戦争、ベトナム戦争、そしてカンボジアを拠点に活動。一度国外退去になるが、アンコールワット遺跡への単独取材のために武器船に乗りカンボジアへと戻る。彼が出した手紙にはこう書かれていた。アンコールワットが撮りたい。できればクメール・ルージュと一緒に。地雷の位置も分からず行き当たりどっかんで最短距離を狙っています。うまく撮れたら東京まで持っていきます。もしうまく地雷を踏んだらさようなら。こう手紙を残して彼はアンコールワット遺跡へ再び向かい消息を絶った。なぜ彼は危険を顧みず一人でクメール・ルージュが支配していたアンコールワットへ向かったのだろう。一つ言えることがある。彼はカンボジアに住み、そこに暮らす人々を誰よりも愛していたということ。そして純粋無垢にアンコールワットを自分の目とカメラで見たかったのだろうと思う。カンボジア滞在中には子供たちに慕われ、泰造、泰造と呼ばれる人気者であった。親友となったロック・ルー。彼の結婚式に泰造は駆けつけ、そして写真を撮った。しかし、ロック・ルーもクメール・ルージュにより命を奪われた。消息を絶ってから9年後の1982年、アンコールワット北東部のプラダック村にて遺体が発見される。あの手紙を書いて間もなくしてクメール・ルージュに捕らえられ処刑されていたのだ。一報を受けた両親が現地へと向かい、泰造本人であることが確認される。翌日、市内の寺院で村の子供たちが見守る中、葬儀が行われた。このお墓は村人と泰造の両親によって建てられた。また遺骨の一部は日本に帰り、そして一部は憧れてやまなかったアンコールワットの境内にある巨木ガジュマルの根元に眠っている。
一ノ瀬泰造が憧れてやまなかったアンコールワットへと向かう。現在は多くの観光客でにぎわうこの場所。アンコールワットはカンボジアの平和の象徴として佇み、そしてこれからも静かに街を見守っていく。内戦という悲しい歴史、それを乗り越え、カンボジアは今未来へと歩もうとしている。